野菊の墓、伊藤幸雄。後の月という時分が来ると、どうも思わずにはいられない。幼いわけとは思うが、何分にも忘れることができない。もはや十年余りも過ぎ去った昔のことであるから、細かい事実は多くは覚えていないけれど、心持ちだけは、 今なお昨日のごとく、その時のことを考えてると、全く当時の心持ちに立ち返って、涙が止めどなく湧くのである。悲しくもあり、楽しくもありというような状態で、忘れようと思うこともないではないが、むしろ繰り返し繰り返し考えては、無限的の興味をさぼっていることが多い。 そんなわけから、ちょっと物に書いておこうかという気になったのである。僕の家というのは、松戸からにりばかり下って、八ギにの私を東へ渡り、小高い丘の上で、やはり八ギ村と言ってるところ。八ギにの斎藤といえば、この界隈での休暇で、 里見の崩れが二三人ここへ落ちて、百姓になったうちの一人が斎藤と言ったのだと祖父から聞いている。屋敷の西側に、一畳五六尺も回るような椎の木が、四五本重なり合って立っている。村一番の芋りで、村中から羨ましがられている。昔から何ほど嵐が吹いても、 この椎盛りのために、僕のうちばかりは、屋根を剥がれたことはただの一度もないとの話だ。うちなども随分と古い柱が、残らず椎の木だ。それがまた、すすやら赤やらで何の木か見分けがつかぬくらい、奥の間の最も煙に遠いとこでも、天井板がまるで湯たんで塗ったように、 板の木目もわからぬほど黒い。それでも立ちは割合に高くて、簡単な欄干もあり、銅の釘隠しなども打ってある。その釘隠しが、馬鹿に大きい癌であった。もちろんちょっと見たのでは、木か金かもしれないほど古びている。僕の母なども、 先祖の言い伝えだからと言って、この戦国時代の異物的古屋を大変に自慢されていた。その頃母は血の道で久しくわっておられ、黒塗り的な奥の一間がいつも母の病直となっていた。その次の十条の間の南隅に二条のお座敷がある。 僕がいない時は旗織り場で、僕がいるうちは僕の読書部屋にしていた。手すり窓の障子を開けて頭を出すと、シの枝が青空を遮って北を覆っている。母が長らくブラブラしていたから、市川の親類で、僕には縁のいとことなっている民子という女の子が、 仕事の手伝いやら母の看護やらに来ておった。僕が今忘れることができないというのは、その民子と僕との関係である。その関係といっても、僕は民子と下劣な関係をしたのではない。僕は小学校を卒業したばかりで15歳。月を数えると13歳何ヶ月という頃。 タミコは十七だけれど、それも生まれが遅いから、十五と少しにしかならない。痩せぎすであったけれども、顔は丸い方で、透き通るほど白い皮膚に赤みを産んだ、まことにツヤの良い子であった。いつでも生き生きとして元気がよく、そのくせ気は弱くて、肉気の少しもない子であった。 もちろん僕とは大の仲良しで、座敷を吐くと言っては僕のところを覗く、障子を叩くと言っては僕の座敷へ入ってくる。私も本が読みたいの手習いがしたいのと言う。たまには畑の絵で僕の背中をついたり、僕の耳をつまんだりして逃げていく。僕も民子の姿を見れば恋恋と言うて、 二人で遊ぶのが何より面白かった。母からいつでも叱られる。またタミヤはマサのところへ入ってるな。こら、さっさと掃除をやってしまえ。これからはマサの読書の邪魔などしてはいけません。タミヤは年上のくせに。などとしきりに小言を言うけれど、その実母も、 タミコをば非常に可愛がっているのだから、一向に小言が聞かない。私にも少し手習いをさして。などと時々タミコはだだを言う。そういう時の母の小言も決まっている。お前は手習いよか裁縫です。着物が満足に縫えなくては、女一人前として嫁にゆかれません。 この頃僕に、一点の邪念がなかったはもちろんであれど、民子の方にも嫌な考えなどは少しもなかったに相違ない。しかし母がよく小言を言うにもかかわらず、民子はなお朝のご飯だ昼のご飯だと言うては、僕を呼びに来る。呼びに来るたびに急いで入ってきて、本を見せろの筆を貸せのと言っては、 しばらく遊んでいる。その間にも、母の薬を持ってきた帰りや、母の用を足した帰りには、きっと僕のところへ入ってくる。僕も民子が覗かない日はなんとなく寂しく、物足らず思われた。今日は民さんは何をしているのかなと思い出すと、ふらふらっと部屋を出る。 タミコを見に行くというほどの心ではないが、ちょっとタミコの姿が目に触れれば気が落ち着くのであった。何のこったやっぱりタミコを見に来たんじゃないかと、自分で自分をあざけったようなことがしばしばあったのである。村のある家さ、御前が止まったから聞きに行かないか、サイモンが来たから聞きに行こうのと、 近所の女どもが誘うても、民子は何とか断りを言うて、決して家を出ない。隣村の祭りで、花火や飾り物があるからとのことで、例の向こうのお浜や、隣のお仙らが大騒ぎして見に行くというに、うちの者らまで民さんも一緒に行って見てきたらと言うても、民子は母の病気を言い前にしていかない。 僕も、あまりそんなところへ出るは嫌であったから家にいる。民子はこそこそと僕のところへ入ってきて、小声で、私はうちにいるのが一番面白いわと言ってにっこり笑う。僕もなんとなし、民子オバそんなところへやりたくなかった。僕が三日おき四日おきに、母の薬を取りに松戸へ行く。 どうかすると帰りが遅くなる。民子は三度も四度も裏坂の上まで出て、私の方を見ていたそうで、いつでも家中の者のに冷やかされる。民子は真面目になって、お母さんが心配して、見ておいで見ておいでと言うからだと言い訳をする。うちの者は皆ひそひそ笑っているとの話であった。 そういう次第だから、作女のおますなどは、無償と民子を小面にくがって、何かというと、民子さんはマサオさんとこへばかり行きたがる。暇さえあればマサオさんにこびりついている。などとしきりに言いはやしたらしく、隣のお染や向こうのお浜などまでかれこれ噂をする。これを聞いてか。 兄嫁が母に注意したらしく。ある日母は、常になく難しい顔をして、二人を枕元へ呼びつけ、意味ありげな小言を言うた。男も女も十五六になれば、もはや子供ではない。お前ら二人があまり仲が良すぎるとて、人がかれこれ言うそうじゃ。気をつけなくてはいけない。 タミ子が年笠のくせによくない。これからはもう決してマサのところへなど行くことはならぬ。我が子を許すではないが、マサはまだ子供だ。タミヤは十七ではないか。つまらぬ噂をされると、お前の体に傷がつく。マサだって気をつけろ。来月から千葉の中学へ行くんじゃないか。 タミ子は年が多いし、かつは意味あって僕のところへ行くであろうと思われたと気がついたか。非常に恥じった様子に、顔真っ赤にしてうつむいている。常は母に少しくらい小言を言われても、ずいぶんだだを言うのだけれど、この日はただ両手をついてうつむいたきり、一言も言わない。 何のやましいところのない僕はすこぶる不平で、お母さんそりゃあまりご無理です。人が何と言ったって、私らは何のわけもないのに、何か大変悪いことでもしたようなお小言じゃありませんか。お母さんだっていつもそう言ってたじゃありませんか。民子とお前とは兄弟も同じだ。お母さんの目からは、お前も民子も少しも隔てはない。 仲良くしろよといつでも言ったじゃありませんか。母の心配も道理のあることだが、僕らもそんないやらしいことを言われようとは少しも思っていなかったから、僕の不平もいくらかの断りはある。母はにわかに優しくなって、お前たちに何のわけもないことは、お母さんも知ってるがね。人の口がうるさいから、 ただこれから少し気をつけてというのです。色あおざめた母の顔にも、いつしか僕らを真から可愛がる笑みが叩たいたている。やがて、タミヤ、タミヤはあの、また薬を持ってきて、それから縫いかけの合わせを今日中に仕上げてしまいなさい。マサは立ったついでに、花を切って仏壇へあげてください。 菊はまだ咲かないか。そんなら死音でも切ってくれよ。本人たちは何の気なしであるのに、人がかれこれ言うので、かえって無邪気でいられないようにしてしまう。僕は母の小言も一日しか覚えていない。二三日経って、民さんはなぜ近頃は来ないのか知らんと思ったくらいであったけれど。 タミ子の方では、それからというものは、様子がカラッと変わってしもうた。タミ子はその後、僕のところへは一切顔出ししないばかりでなく、座敷の中で行き合っても、人のいる前などでは容易に物も言わない。なんとなく決まり悪そうに、眩しいような風で急いで通り過ぎてしまう。 よんどころなくものを言うにも、今までの無遠漁に隔てのない風はなく、いやに丁寧に改まって口を聞くのである。時には僕があまりにわかに改まったのをおかしがって笑えば、民子もついには袖で笑いを隠して逃げてしまうという風うで、とにかく人へのかきが二人の間に結ばれたような気合になった。 それでもある日の四時過ぎに、母の言いつけで、僕が瀬戸の茄子畑にナスを思いでいると、いつの間にか民子がザルを手に持って、僕の後ろに来ていた。マサオさん。出し抜けに呼んで笑っている。私もお母さんから言いつかってきたのよ。今日の縫い物は肩が凝ったろう。少し休みながら茄子を思いで来てくれ。 明日、工事漬けをつけるからって。お母さんがそう言うから、私飛んできました。タミ子は非常に嬉しそうに元気いっぱいで、僕が、それでは、僕が先に来ているのをタミさんは知らないで来たのと言うとタミ子は、知らなくてさ。ニコニコしながらナスを取り始める。茄子畑というのは、 シモリの下から人へのやぶを通り抜けて、うちより西北にあたる裏の繊細畑。崖の上になってるので、利根川はもちろん、中川までもかすかに見え、武蔵一円が見渡される。秩父から足柄箱根の山々、富士の高根も見える。東京の上野の森だというのも、それらしく見える。 水のように澄み切った秋の空。日は一軒半ばかりのあたりに傾いて、僕ら二人が立っているナス畑を正面に照り返している。あたり一体に浸透して、またいかにもはっきりとした景色。我ら二人は、まことに画中の人である。なんといういい景色でしょう。 タミ子もしばらく手をやめて立った。僕はここで白状するが、この時の僕は確かに10日以前の僕ではなかった。二人は決してこの時無邪気な友達ではなかった。いつの間にそういう心持ちが起こっていたか、自分には少しもわからなかったが、やはり母に叱られた頃から、 僕の胸の中にも小さな鯉の卵が、いくつか湧き染めておったに違いない。僕の精神状態がいつの間にか変化してきたは、隠すことのできない事実である。この日初めて民子を女として思ったのが、僕に邪念の目指しありし何よりの証拠じゃ。民子が体をくの字にかがめて、 ナスをもぎつつあるその横顔を見て、今更のように、タミ子の美しく、可愛らしさに気がついた。これまでにも可愛らしいと思わぬことはなかったが、今日はしみじみと、その美しさが身にしみた。しなやかに艶のある、瓶の毛に包まれた耳たぼ。豊かな頬の白く鮮やかな。 顎のくくしめの愛らしさ。首のあたりいかにも清げなる、藤色の半襟や花染めのたすきや、それらがことごとく優美に目に留まった。そうなると恐ろしいもので、ものを言うにも思い切ったことは言えなくなる、恥ずかしくなる、決まりが悪くなる。皆霊の卵の作用から起こることであろう。 ここ10日ほど中垣きの隔てができて、ろくろく話もせなかったから。これも今までならば、無論そんなことを考えもせぬに決まっておるが、今日はここで何か話さねばならぬような気がした。僕ははじめ無造作に民さんと呼んだけれど、あとは無造作に言葉が継がない。 おかしく喉が詰まって声が出ない。タミ子はナスを一つ手に持ちながら体を起こして。マサオさん、何なんでもないけど、タミさんは近頃変だからさ。僕なんかすっかり嫌いになったようだもの。タミ子はさすがに女性で、そういうことには僕などよりはるかに神経が鋭敏になっている。 さも悔しそうな顔して、つと僕のそばへ寄ってきた。マサオさんはあんまりだわ。私がいつマサオさんに隔てをしました。何さ、この頃タミさんはすっかり変わっちまって、僕なんかに用はないらしいからよ。それだって、タミさんに不足を言うわけではないよ。タミ子はせきこんで、 そんなこと言うわ。そりゃ、マサオさんひどいわ。ご無理だわ。この間は二人を並べておいて、お母さんにあんなに叱られたじゃありませんか。あなたは男ですから平気でおいでだけど、私は歳は多いし女ですもの。ああ言われては、実に面目がないじゃありませんか。それですから。 私は一生懸命になってたしなんでおるんでさ。それをマサオさん隔てるの嫌になったろうのと言うんだもの。私は本当につまらない。タミコは泣き出しそうな顔つきで、僕の顔をじっと見ている。僕もただ、話の小口にそう言うたまでであるから、タミコに泣きそうになられては、かわいそうに気の毒になって、 僕は腹を立って言ったではないのに、民さんは腹を立ったの僕はただ、民さんがにわかに変わって、会っても口も聞かず、遊びにも来ないから、嫌に寂しく悲しくなっちまったのさ。それだから、これからも時々は遊びにおいでよ。お母さんに叱られたら、僕が戸川を背負うから。 人が何と言ったって良いじゃないか。何と言うても子供だけに無茶なことを言う。無茶なことを言われて、民子は心配やら嬉しいやら、嬉しいやら心配やら、心配と嬉しいとが胸の中でごったになって争うだけれど、とうとう嬉しい方が勝ちを占めてしまった。なお、美子と横と話をするうちに、 タミコは鮮やかな曇りのない元の元気になった。僕ももちろん愉快が溢れる。宇宙間にただ二人きりいるような心持ちに、お互いになったのである。やがて二人はナスのもぎくらをする。大きな畑だけれど、十月の半ば過ぎではナスもちらほらしかなっていない。二人でようやく二マスばかりずつ取り得た。 まあ、民さん、ご覧なさい。入り日の立派なこと。民子はいつしかザルを下へ置き、両手を鼻の先に合わせて太陽を拝んでいる。西の方の空は一体に、薄紫にぼかしたような色になった。北赤く赤いばかりで、光線の出ない太陽が、今その半分を山にうずめかけたところ。 僕は民子が一心入りひを拝む潮らしい姿が、長く目に残ってる。二人が四年なく話をしながら帰ってくると、瀬戸口の四つ目垣の外に、おますがぼんやり立ってこっちを見ている。民子は小声で、おますがまた何とか言いますよ。二人ともお母さんに言いつかってきたのだから。 おますなんか何と言ったって構やしないさ。一事件を降るたびに、二人が胸中に湧いた鯉の卵は傘を増してくる。檻に触れて交換する双方の医師は、直ちに互いの胸中にある、霊の卵に次第な養分を給与する。今日の日暮れは確かにその檻であった。 ぞっと身震いをするほど、一しき兆候を表したのである。しかし何と言うても、二人の関係は卵時代で極めて取り留めがない。人に見られて見苦しいようなこともせず、帰り見て自らやましいようなこともせぬ。従ってまだまだのんきなもので、人前を作ろうというような心持ちは、極めて少なかった。 僕と民子との関係も、このくらいでおしまいになったならば、十年忘れられないというほどにはならなかっただろうに。親というものはどこの親も同じで、我が子をいつまでも子供のように思うている。僕の母などもその一人に漏れない。民子はその後、時折僕の書室へやってくるけれど、 よほど人目を計らって、木骨を追ってくるような風で、いつ来ても少しも落ち着かない。先に僕に嫌味を言われたから、仕方なしに来るかとも思われたが、それは間違っていた。僕ら二人の精神状態は、二三日と言われぬほど著しく変化を遂げている。僕の変化は最も甚だしい。 三日前には、お母さんが叱れば私がとがを背負うから遊びに来てとまで無茶を言うた僕が、今日はとてもそんなわけのものではない。民子が少し長居をすると、もう気がとがめて、心配でならなくなった。民さん、またおいでよ。あまり長くいると、人がつまらぬことを言うから。 タミコも心持ちは同じだけれど、僕にもう行けと言われると妙にすね出す。あれあなたは先日何と言いました人が何と言ったってよいから遊びに来いと言い,いはしませんか私はもう人に笑われても構いませんの。困ったことになった。二人の関係が密接するほど、 人目を恐れてくる。人目を恐れるようになっては、もはや罪悪を犯しつつあるかのごとく、心もおどおどするのであった。母は口でこそ、男も女も十五六になれば子供ではないと言っても、それは理屈の上のことで、心持ちではまだまだ、二人をまるで子供のように思っているから、 その後、民子が僕の部屋へ来て、本を見たり話をしたりしているのを、すぐ前を通りながら一向気に留める様子もない。この間の小言も、実は兄嫁が言うから出たまでで、本当に腹から出た小言ではない。母の方はそうであったけれど、兄や兄嫁やおますなどは、盛んに陰口を言うて笑っていたらしく、 村中の評判には、二つも歳の多いのを嫁にする気かしらんなどと、もっぱら言うているとの話。それやこれやのことがうすうす二人に知れたので、僕から言い出して、当分二人は遠ざかる相談をした。人間の心持ちというものは不思議なもの。二人が少しも各いなき独身上の相談であったのだけれど、 僕の方から言い出したばかりに、民子は妙に塞ぎ込んで、まるで元気がなくなり、焦然としているのである。それを見ると、僕もまたたまらなく気の毒になる。感情の一進一退はこんな風にもつれつつ、危うくなるのであった。とにかく二人は表面だけは立派に遠ざかって、 四五日を経過した。陰暦の九月十三日。今夜が豆の月だという日の朝。梅雨もが降りたと思うほど冷たい。その代わり天気はキラキラしている。十五日がこの村の祭りで、明日は酔い祭りというわけゆえ、のの仕事も今日一渡り決まりをつけねばならぬところから。 家中手分けをして野へ出ることになった。それで甘露的運命が僕ら二人に下ったのである。兄夫婦とおますと他に男一人とは中手の仮残りをぜひ買ってしまわねばならぬ。民子は僕を手伝いとして山端の綿を取ってくることになった。これはもとより母の指図で、 誰にも意義は言えない。まあ、あの二人を山の畑へやるって、親というものよっぽどおめでたいものだ。奥底のないおますといじまがりの兄嫁とは、口を揃えてそう言ったに違いない。僕ら二人は、もとより心の底では嬉しいにそう言いないけれど、この場合二人で山畑へ行くとなっては、 人に顔を見られるような気がして、大いに決まりが悪い。義理にも進んでいきたがるようなそぶりはできない。僕は朝飯前は書室を出ない。民子も何かぐずぐずして支度もせぬ様子。もう嬉しがってと言われるのが悔しいのである。マサオも支度しろ。 タミヤもさっさと支度して早く行け。二人で行けば一日には楽な仕事だけれど、道が遠いのだから早く行かないと帰りが夜になる。なるだけ日の暮れないうちに帰ってくるようによ。おますは二人の弁当をこしらえてやってくれ。おさはこれこれのもので。タミコに弁当をこしらえさせては。 自分のであるからおさいなどはろくなものを持っていかないと気がついて、ちゃんとおますに命じてこしらえさせたのである。僕はズボン下に、たびはだし麦わら棒といういでたち。たみこは手差しを履いて、ももひきも履いてゆけと母が言うと、手差しばかり履いて、ももひき履くのにぐずぐずしている。 タミ子は僕のところへ来て、桃引き履かないでもよいようにお母さんにそう言ってくれと言う。僕はタミさんがそう言いなさいと言う。押し問答をしているうちに、母は聞きつけて笑いながら。タミヤは町場者だから、桃引き履くのは決まりが悪いかい私はまたお前が柔らかい手足へ。 いばらやすすきで傷をつけるのがかわいそうだからそう言ったんだが、嫌だと言うならお前の好きにするがよいさ。それでタミコは、霊のたすきに前がけ姿で、朝浦草履という支度。二人が一ざる一つずつを持ち、僕が別に、万両肩かごと天秤等を肩にして出かける。 タミコが後からスゲガサをかぶって出ると、母が笑い声で呼びかける。タミヤ、お前がスゲガサをかぶって歩くと、ちょうどキノコが歩くようでみっともない。網ミガがよかろう。新しいのが一つあったはずだ。稲刈り連は出てしまって、別に笑うものもなかったけれど、タミコは慌ててスゲガサを脱いで、 顔を赤くしたらしかった。今度は網傘をかぶらずに手に持って、それじゃあお母さん行って参りますと、挨拶して走って出た。村の者らもかれこれ言うと聞いてるので、二人揃うて行くも人前恥ずかしく、急いで村を通り抜けようとの考えから、僕は一足先になって出かける。 村はずれの坂の折り口の大きな胃腸の木の根で、民子の来るのを待った。ここから見下ろすと、少しの田んぼがある。色よく黄ばんだ奥手に梅雨を帯んで、しっとりと打ち伏した光景は、気のせいかことにすがすがしく、胸のすくような眺めである。民子はいつの間にか来ていて、 昨日の雨で洗い流した赤土の上に、二葉三葉胃蝶の葉の落ちるのを拾っている。タミさんもう来たかいこの天気の良いことどうです本当に心持ちの良い朝だね。本当に天気が良くて嬉しいわ。このまあ胃蝶の葉の綺麗なこと。さあ、出かけましょう。 タミ子の美しい手で持ってると、イチの葉もことにきれいに見える。二人は坂を降りてようやく、窮屈な場所から広場へ出た気になった。今日は大急ぎで綿を取り片付け、散々面白いことをして遊ぼうなどと相談しながら歩く。道の真ん中は乾いているが、両側の田についているところは、 梅雨にしとしとに濡れて、いろいろの草が花を開いている。タウコギは裏がれて、水そば立てなど一番多く茂っている。都草も黄色く花が見える。野菊がよろよろと咲いている。民さん野菊がと、僕は我知らず足を止めたけれど、民子は聞こえないのかさっさと先へ行く。 僕はちょっと脇へ物を置いて、野菊の花を一握り取った。民子は一丁ほど先へ行ってから、気がついて振り返るや否や、あれっと叫んで駆け戻ってきた。民さんはそんなに戻ってきないったって、僕が行くものを。まあ、マサオさんは何をしていたの私びっくりして。まあ、綺麗な野菊。 マサオさん、私に半分遅れったら。私、本当に野菊が好き。僕は元から野菊が大好き。タミさんも野菊が好き。私、何でも野菊の生まれえりよ。野菊の花を見ると、身震いの出るほど好もしいの。どうしてこんなかと、自分でも思うくらい。 タミさんはそんなにノギクが好き。道りでどうやらタミさんはノギクのような人だ。タミ子は分けてやった半分のノギクを顔に押し当てて嬉しがった。二人は歩き出す。マサオさん、私ノギクのようだって、どうしてですかさあ、どうしてということはないけど、 神さんは何がなし野菊のような風だからさ。それでマサオさんは、野菊が好きだって、僕大好きさ。今の偶然に起こった簡単な問答は、お互いの胸に強く言う意味に感じた。民子もそう思ったことはそのそぶりでわかる。ここまで話が迫ると、 もうその先を言い出すことはできない。話はちょっと途切れてしまった。何と言っても幼い両人は、今罪の神に翻弄せられつつあるのであれど、野菊のような人だと言った言葉に次いで、その野菊を僕は大好きだと言った時すら、僕はすでに胸に動機を起こしたくらいで、すぐにそれ以上を言い出すほどに、 まだまだずうずうしくはなっていない。民子も同じこと、物に突き当たったような心持ちで、強くお互いに感じた時に、声は詰まってしまったのだ。民子は全くの田舎風ではあったが、決してそやではなかった。可憐で優しくて、そうして品格もあった。 まことに民子は野菊のような子であった。嫌味とか憎けとかいうところは爪の赤ほどもなかった。どう見ても野菊の風だった。しばらくは黙っていたけれど、いつまでも話もしないでいるはなおおかしいように思って、無理と話を考え出す。民さんはさっき何を考えて、 あんなに脇見もしないで歩いていたの私何も考えていやしません。民さんそりゃ嘘だよ。何か考え事でもしなくて、あんな風をするわけはないさ。どんなことを考えていたのか知らないけれど、隠さないだってよいじゃないか。マサオさんすまない。私さっき本当に考え事していました。 私つくづく考えて、情けなくなったの。私はどうして、マサオさんよか年が多いんでしょう。私は十七だと言うんだもの。本当に情けなくなるわ。タミさんは何のこと言うんだろう。先に生まれたから年が多い。十七年育ったから十七になったのじゃないか。十七だからなんで情けないのですか。 僕だって再来年になれば十七歳さ。民さんは本当に妙なことを言う人だ。僕も、今民子が言ったことの心を下せぬほど子供でもない。わかってはいるけど、わざと戯れのように聞きなして、振り返ってみると、民子は誠に考え込んでいるようであったが、僕と顔を合わせて、決まり悪げににわかに脇を向いた。 こうなってくると何を言うても、すぐそこへ持ってくるので、話が行き詰まってしまう。二人のうちでどちらか一人が、少しほんのわずかにでも押しが強ければ、こんなに話が行き詰まるのではない。お互いに心持ちは奥底までわかっているのだから、吉野神を突き破るほどにも力がありさえすれば、話の一歩を進めて、 お互いに開け放してしまうことができるのである。しかしながら心底からおぼこな二人は、その吉野神を破るほどの推しがないのである。またここで話の皮を切ってしまわねばならぬというような、はっきりした意識ももちろんないのだ。いわばまだ取り留めのない、卵的の恋であるから、少しく心の力が必要なところへ来ると、 話が行き詰まってしまうのである。お互いに自分で話し出しては自分が決まり悪くなるようなことを繰り返しつつ、幾長かの道を歩いた。言葉数こそ少なけれ、その言葉の奥には二人ともに無料の思いを包んで、決まりが悪い感情の中には何とも言えない深き愉快をた,たえている。 それで、いわゆる足も空に。いつしか田んぼも通り越し、山道へ入った。今度は民子が心を取り直したらしく、鮮やかな声で。マサオさん、もう半分道来ましたでしょうか大長崎へは一里に遠いって言いましたね。そうです。一里半には近いそうだが、もう半分のあまり来ましたろうよ。 少し休みましょうか。私休まなくともようございますが、早速お母さんのバチが当たって、すすきの葉でこんなに手を切りました。ちょいとこれでわえてくださいな。親指の中ほどで傷は少しだが、血が意外に出た。僕は早速髪をさいてわえてやる。タミコが両手を赤くしているのを見たとき、 非常にかわいそうであった。こんな山の中で休むより、畑へ行ってから休もうというので、今度は民子を先に僕が後ろになって急ぐ。八時少し過ぎと思う自分に、大長作の畑へ着いた。十年ばかり前に、親父がまだ達者な自分。 隣村の親戚から頼まれて余儀なく買ったのだそうで、畑が八端と山林が二丁ほどここにあるのである。この辺り一帯に、高台は皆山林で、その間の柵が畑になっている。腰国を持っているといえば世間体は良いけど、手間ばかりかかって割に合わないといつも母が言っている畑だ。 三方林で囲まれ、南が開いてよその畑と続いている。北が高く、南が低い勾配になっている。母の推察通り、綿は末にはなっているが、風が吹いたら溢れるかと思うほど綿は縁でいる。点々として畑中白くなっているその綿に、朝日が差していると眩しいように綺麗だ。 まあよく縁でること。今日取りに来て良いことしました。民子は女だけに、綿のきれいに縁でるのを見て嬉しそうにそう言った。畑の真ん中ほどに、霧の葉が二本茂っている。葉が落ちかけているけれど、十月の熱をしのぐには十分だ。ここへあたりのきびがらを寄せて二人が陣取る。 弁当包みを枝へ吊る。天気の良いのに山道を急いだから汗ばんで暑い。着物を一枚ずつ脱ぐ。風を懐へ入れ、足を伸ばして休む。青ぎった空に緑の松林。もずもどこかで鳴いている。声の響くほど山は静かなのだ。天と地との間で、 広い畑の真ん中に二人が話をしているのである。本当に民子さん。今日という今日は極楽のような日ですね。顔から首から汗を拭いた後のつやつやしさ。今更に民子の横顔を見た。そうですね。私なんだか夢のような気がするの。今朝うちを出るときは本当に決まりが悪くて。 姉さんには変な目つきで見られる。おますには冷やかされる。私はのぼせてしまいました。マサオさんは平気でいるから憎らしかったわ。僕だって平気なもんですか。村の奴らに会うのが嫌だから、僕は一足先に出て、異常の下でタミさんを待っていたんでさ。それはそうとタミさん。今日は本当に面白く遊ぼうね。 僕は来月は学校へ行くんだし、今月とて15日しかないし、二人でしみじみ話のできるようなことは、これから先は難しい。哀れっぽいことを言うようだけど、二人の仲も今日だけかしらと思うのよ。ね、痛みさん。そりゃ、マサオさん。私はみちみちそればかり考えてきました。私がさっき、 本当に情けなくなってと言ったら、正サさんは笑っておしまいなしたけど、面白く遊ぼう遊ぼう言うても、話を始めるとすぐにこうなってしまう。タミ子は涙を拭うたようであった。ちょうどよくそこへ馬が見えてきた。西側の山道から、ガサガサ笹に触る音がして、焚きをつけた馬を引いて、 大かむりの男が出てきた。よく見ると意外にも、村の常吉である。この奴はいつか、向こうの浜に民子を遊びに連れ出してくれとしきりに頼んだというやつだ。嫌な野郎が来やがったなと思うていると、やあ、さおさんこんちゃ、どうも結構なお天気ですな。今日はご夫婦でわたとりかな。しゃれてますね。 はははは。<laughs> おつねさん。今日はダチンかな。大変早くご精が出ますね。はあ。我々なんざダチン取りでもして、たまに一杯やるより他に楽しみもないんですからな。タミコさん。嫌に見せつけますね。あんまり罪ですぜ。はっはは。この野郎、しっけえなと思ったけれど。 我々もあまりいばれる身でもなし、笑いとぼけて常吉をやり過ごした。バカ野郎、実に嫌な奴だ。さあ民さん始めましょう。本当に民さん、元気をお直しよ。そんなにくよくよ推しでないよ。僕は学校へ行ったて千葉だもの。盆正月の他にも、来ようと思えば土曜の晩かけて日曜に来られるさ。 本当にすみません。泣き面などして。あの常さんって男、何という嫌な人でしょう。民子はたすきがけ。僕はシャツに肩を脱いで、一心にとって三時間ばかりの間に七部通り片付けてしまった。もうあとはわけがないから弁当にしようということにして、霧の影に戻る。 僕はかねて用意の水筒を持って。民さん、僕は水を汲んできますから留守番を頼みます。帰りにエビズルやアケビをうんとお土産に取ってきます。私は一人でいるのは嫌だ。マサオさん、一緒に連れてってください。さっきのような人にでも来られたら大変ですもの。だって民さん、向こうの山を一つ越して先ですよ。 清水のあるところは、道というような道もなくて、それこそ茨やすすきで足が傷だらけになりますよ。水がなくちゃ弁当が食べられないから、困ったな。民さん、待っていられるでしょう。マサオさん、五章だから連れて行ってください。あなたが歩ける道なら、私にも歩けます。一人でここにいるのは、 私はどうしても。民さんは山へ来たら大変だだっこになりましたね。それじゃあ、一緒に行きましょう。弁当は綿の中へ隠し、着物は点でに着てしまって出かける。民子はしきりにニコニコしている。旗から見たならば、バカバカしくも見苦しくもあろうけれど、本人同士の身にとっては、 その拉致もなき押し問答のうちにも、限りなき嬉しみを感ずるのである。高くもないけど道のないところを行くのであるから、笹原を押し分け木の根につかまり、崖をよずる。しばしば民子の手を取って引いてやる。近く二三日以来の二人の感情では、民子が求めるならば、僕はどんなことでも拒まれない。 また僕が求めるなら、やはりどんなことでも民子は決して拒みはしない。そういう間柄でありつつも、あくまで臆病に、あくまで気の小さな二人は、かつて一度も言う意味に手などを取ったことはなかった。しかるに今日は偶然のことからしばし手を取り合うに至った。この辺の一種言うべからず愉快な感情は、 経験ある人にして初めて語ることができる。タミさん、ここまで来れば、清水はあそこに見えます。これから僕が一人で行ってくるから、ここに待っていなさい。本当にマサオさんのご厄介ですね。そんなにダダを言っては済まないからここで待ちましょう。あら、エビズルがあった。僕は水を汲んでの帰りに、 水筒は腰にゆいつけ、あたりを少しばかり探って、あけび四五十とのぶどう一目さを取り、林道の花の美しいのを五六本見つけて帰ってきた。帰りは下りだから無造作に二人で降りる。畑の出口で、僕は春蘭の大きいのを見つけた。民さん、僕はちょっとあっくりを取って行くから、 このアキビとエビズルを持って行ってください。あっくりって何あら、春蘭じゃありませんか。ミさんは町場門ですから、春蘭などと品の良いことをおっしゃるのです。やぎりの百姓なんぞはあっくりと申しましてね、赤切れの薬にいたします。山の弁当といえば、土地のものは一般に楽しみの一つとしてある。 何か生理上のわけでもあるか知らんが、とにかく山の仕事をして、やがて食べる弁当が不思議とうまいことは、誰も言うところだ。今我々二人は、新しき清水を組み来たり、母の心を込めた弁当を分けつつ食べるのである。興味の尋常でないは言うも愚かな次第だ。僕はアケビを好み。 タミコはノブドウを食べつつ、しばらく話をする。タミコは笑いながら、マサオさんは赤切れの薬に、あっくりとやらを取ってきて学校へお持ちになるの学校で赤切れが切れたらおかしいでしょうね。僕は真面目に、なあにこれはおますにやるのさ。おますはもうとうに赤切れを切らしているでしょう。 この間も湯に入る時におますが火を焚きに来て、非常に赤切れを痛がっているから、そのうちに僕が山へ行ったら、あっくりを取ってきてやると言ったのさ。まあ、あなたは親切な人ですことね。おますは影ひなたのない肉けのない女ですから、私も仲良くしていたんですが、この頃はなんとなし、私に突き当たるようなことばかし言って、 何でも私を憎んでいますよ。はははは、それはおますどんがやきもちを焼くのでさ。つまらんことにもすぐやきもちを焼くのは女の癖さ。僕が空、あっくりを取って行っておますにやるといえば、民さんがすぐに、まああなたは親切な人とかなんとか言うのと同じわけさ。この人はいつの間にこんなに口が悪くなったのでしょう。 いくら私だって、おますが根も底もない焼き餅だくらいは承知していますよ。実はおますも不憫な女よ。両親があんなことになりさえせねば、奉公人とまでなるのではない。親父は戦争で死ぬ。おふくろはこれを嘆いたが元での病死。一人の兄が外れ者というわけでとうとうあの始末。国家のために死んだ人の娘だもの。 タミさん、いたわってやらねばならない。あれでもタミさん、あなたをば大変褒めているよ。いじまがりの兄嫁にこき使われるのだから、一層かわいそうでさ。そりゃマサオさん、私もそう思っていますさ。お母さんもよくそうおっしゃいました。つまらないものですけど、何とかかとか分けてやってますが。 またマサオさんのように異常深くされると。タミコは言いさしてまた話をつまらしたが、霧の葉に包んでおいたリンドウの花を手に取って、急に話を転じた。こんな美しい花、いつ取っておいでなして。リンドウは本当に良い花ですね。私リンドウがこんなに美しいとは知らなかったわ。 私、急にリンドウが好きになった。おう、ええ、花。花好きなタミ子は例の癖で、色白の顔にその子痕の花を押し付ける。やがて何を思い出してか、一人でニコニコ笑い出した。タミさんなんですそんなに一人で笑って。マサオさんは、リンドウのような人だ。 どうしてさあ、どうしてということはないけど、マサオさんは何がなし、リンドウのような風だからさ。タミコは言い終わって、顔を隠して笑った。タミさんもよっぽど人が悪くなった。それでさっきのあだうちというわけですか。口真似なんか恐れ入りますな。しかしタミさんがのぎくで、 僕が林道とは面白い対ですね。僕は喜んで林道になります。それで民さんが林道を好きになってくれればなお嬉しい。二人はこんな拉ちもなきことを言うて喜んでいた。秋の日足の短さ。日はようやく傾き染める。サートの掛け声で綿たもぎにかかる。 午後の分はわずかであったから、一時間半ばかりでもぎ終えた。何やかやそれぞれにまとめて万女に乗せ、二人で差し合いに担ぐ。民子を先に僕が後ろに、とぼとぼ畑を出かけた時は、日は早く松の小を限りかけた。半分道も来たと思う頃は、十三夜の月がこの間から影をさして、 お花に揺らぐ風もなく、梅雨の奥さえ見えるような夜になった。今朝は気がつかなかったが、道の西手に一段低い畑には、蕎麦の花が薄絹を引き渡したように白く見える。コオロギが寒気に泣いているにも心止めずにはいられない。民さん、くたぶれたでしょ。う。どうせ遅くなったんですから。 この景色の良いところで少し休んでいきましょう。こんなに遅くなるなら、今少し急げばよかったに、うちの人たちにきっと何か言われる。マサオさん、私はそれが心配になるわ。今更心配しても追っつかないから、まあ少し休みましょう。こんなに景色の良いことは滅多にありません。 そんなに人に申し訳のないような悪いことはしないもの。民さん、心配することはないよ。月明かりが斜めに差し込んでいる道端の松の切り株に、二人は腰をかけた。目の先七八軒のところは木の影で薄暗いが、それから向こうは畑いっぱいに月が差して、そばの花が際立って白い。 なんという鋭い景色でしょう。マサオさん、歌とか俳句とかいうものをやったら、こんな時に面白いことが言えるでしょうね。私らような無筆でも、こんな時には心配も何も忘れますもの。マサオさん、あなた歌をおやんなさいよ。僕は実は少しやっているけど、難しくて容易にできないのさ。 山端のそばの花に月が良くて、コオロギが鳴くなどは実にえい,いですな。タミさん、これから二人で歌をやりましょうか。お互いに一つの心配を持つ身となった二人は、うちに思うことが多くて、帰って話は少ない。なんとなくおぼつかない二人の行く末、ここで少しく話をしたかったのだ。 タミ子はもちろんのこと、僕よりも一層話したかったに相違ないが、年の至らぬのと、浮いた心のない二人は、なかなか差し向かいでそんな話はできなかった。しばらくは無言でぼんやり時間を過ごすうちに、一列のガンが、二人を促すかのように空近く泣いて通る。ようやく田んぼへ降りて、 胃腸の木が見えた時に、二人はまた同じように、一種の感情が胸に湧いた。それは他でもない。なんとなくうちに入りづらいという心持ちである。入りづらいわけはないと思うても、どうしても入りづらい。躊躇する暇もない。たちまち門前近く来てしまった。マサオさん。 あなた先になってください。私決まり悪くてしょうがないわ。よしと、それじゃあ僕が先になろう。僕はすこぶる勇気を起こし、ことに平気な風を装て門を入った。家の人たちは今夕飯最中で、盛んに話が湧いているらしい。庭場の雨戸は未だ開いたなりに、 月が軒口まで差し込んでいる。僕が咳払いを一つやって庭場へ入ると、台所の話はにわかにやんでしまった。民子は指の先で僕の肩をついた。僕も承知しているのだ。今午前会議で二人の噂がいかに盛んであったか。酔い祭りではあり、十三夜ではあるので、 家中表座敷へ揃うたとき、母も奥から起きてきた。母は一通り、二人のあまり遅かったことを咎めて深くは言わなかったけれど、常とは全く違っていた。何か思っているらしく、少しも打ち解けない。これまでは、口には小言を言うても、心中には疑わなかったのだが、 今夜は口にはあまり言わないが、心では十分に二人に疑いを起こしたに違いない。民子はいよいよ小さくなって、座敷中へは出ない。僕は山から取ってきたアケビやエビズル屋をたくさん座敷中へ並べ立てて、案に僕がこんなことをしていたから遅くなったのだとの意を示し、無言の弁解をやっても何の効き目もない。 誰一人それをそうと見るものはない。今夜は何の話にも僕ら二人はのけ者にされる始末で、もはや二人は全く罪あるものと目欠されてしまったのである。お母さんがあんまり甘すぎる。ああしている二人を一緒に山端へやるとは目のないにも程がある。旗でいくら心配しても、 お母さんがあれではダメだ。これが台所会議の決定であったらしい。母の方でも、いつまでも子供と思っていたが誤りで、自分が悪かったというような考えに今夜はなったのであろう。今更二人を叱ってみても仕方がない。なにまさを学校へやってしまいさえせば死祭はないと、母の心はちゃんと決まっているらしく。 マサヤ。お前はな、十一月へ入ってすぐ学校へやるつもりであったけれど、そうしてぶらぶらしていてもためにならないから、お祭りが終わったらもう学校へ行くがよい。十七日に行くとしろ。えい,いか。そのつもりで小自宅しておけ。学校へ行くはもとより僕の願い。十日や二十日早くとも遅くとも、 それに司祭はないが、この場合、しかも今夜言い渡しがあってみると、二人はすでに罪を犯したものと決められての仕置きであるから、民子はもちろん、僕にとってもすこぶる心苦しいところがある。実際二人はそれほどに堕落したわけでないから、頭からそうと決められては、いささか妙な心持ちがする。 さりとて弁解のできることでもなし、また強いことを言える資格も実はないのである。これが一ヶ月前であったらば、それはお母さんご無理だ。学校へ行くのは望みであるけど、戸がを着せられての仕置きに学校へ行けとはあんまりでしょう。などとすぐだだを言うのであるが、今夜はそんなわがままを言えるほど無邪気ではない。 全くのところ恋に陥ってしまっている。あれほど可愛がられた一人の母に隠し立てをする。なんとなく隔てを作って、心のありたけを言い得ぬまでになっている。おのずから人前をはばかり、人前ではことさらに二人がうとうとしく取りなすようになっている。かくまで私心が乗じてきて、どうして立派な口が聞けよう。 僕はただ一言を母と答えたきり、何にも言わず、母の言いつけに猛獣するほかはなかった。僕は学校へ行ってしまえばそれでよいけど、民さんは後でどうなるだろうか、ふとそう思って、そっと民子の方を見ると、おますが枝豆を漁っている後ろに民子はうつむいて、 膝の上にタスキをこねくりつつ沈黙している。いかにも元気のない風で、夜のせいか顔色も青白く見えた。民子の風を見て、僕もにわかに悲しくなって泣きたくなった。涙はまぶたを伝って目が曇った。なぜ悲しくなったか理由ははっきりしない。ただ民子がかわいそうでならなくなったのである。 タミ子と僕との楽しい関係もこの日の夜までは続かなく、十三日の昼の光とともに全く消え失せてしまった。嬉しいにつけても、思いの丈は語り尽くさず、浮き悲しいことについてはもちろん、百分の一だも語り合わないで、二人の関係は闇の幕に入ってしまったのである。 十四日は祭りの初日で、ただ物せわしく日が暮れた。お互いに気のないうはしていても、手にせわしい仕事のあるばかりに、とにかく思い紛らすことができた。十五日と十六日とは、食事のほか用事もないままに、書室へこもり通していた。ぼんやり机に持たれたなり、 何をするでもなく、また二人の関係をどうしようかというようなことすらも考えてはいない。ただ民子のことが頭に満ちているばかりで、極めて単純に民子を思うている他に考えは働いておらぬ。この二日の間に民子と三四回はあったけれど、話もできず、微笑を交換する元気もなく、 さ寂しい心持ちを互いに目に訴うるのみであった。二人の心持ちが今少し混せておったならば、この二日の間にも将来のことなど随分話し合うことができたのであろうけれど、しぶとい心持ちなどはけほどもなかった二人には、その場合になかなかそんなことはできなかった。それでも僕は十六日の午後になって、 何とはなしに、次のようなことを巻紙へ書いて、日暮れにちょっと来た民子に、僕がいなくなってから見てくれと言って渡した。朝からここへ入ったきり、何をする気にもならない。外へ出る気にもならず、本を読む気にもならず、ただ繰り返し繰り返し、民さんのことばかり思っている。 タミさんと一緒におれば、神様に抱かれて、雲にでも乗っているようだ。僕はどうしてこんなになったんだろう。学問をせねばならない身だから学校へは行くけれど、心ではタミさんと離れたくない。タミさんは自分の歳の多いのを気にしているらしいが、僕はそんなことは何とも思わない。 僕は民さんの思う通りになるつもりですから、民さんもそう思っていてください。明日は早く立ちます。陶器の休みには帰ってきて、民さんに会うのを楽しみにしております。10月16日、マサオ、タミ子様。学校へ行くとはいえ、 罪があって早くやられるという境遇であるから、人の笑い声話し声にも、いちいちひがみ心が起きる。皆二人に対する嘲笑かのように聞かれる。いっそ早く学校へ行ってしまいたくなった。決心が決まれば元気も回復してくる。この夜は頭も少しく冴えて、夕飯も心持ちよく食べた。 学校のこと何くれとなく母と話をする。やがて真についてからも。なんだバカバカしい。十五かそこらの小僧のくせに、女のことなどばかりくよくよ考えて。そうだそうだ。明日は早速学校へ行こう。民子はかわいそうだけれどもう考えまい。考えたって仕方がない。学校学校。 一人口聞きつつ眠りに入ったようなわけであった。船で川から市川へ出るつもりだから、十七日の朝、小雨の降るのに一切の荷物をカバン一つに詰め込み、民子とオマスに送られて矢切りの私へ降りた。村の者の二舟に便乗するわけで、もう船は来ている。僕は民さんそれじゃ。 というつもりでも、喉が詰まって声が出ない。民子は僕に包みを渡してからは、自分の手のやり場に困って、胸を撫でたり襟を撫でたりして下ばかり向いている。目に持つ涙をおますに見られまいとして、体を脇へそらしている。民子が哀れな姿を見ては、僕も涙が抑えきれなかった。 タミコは今日を別れと思ってか、髪はさっぱりとした胃腸返しに、薄く化粧をしている。すすい色と紺の細かい弁慶島で、羽織も長着も同じ米沢紬に、品の良い友禅ちりめんの帯を締めていた。たすきをかけたタミコも良かったけれど、今日のタミコはまた一層引き立って見えた。 僕の気のせいででもあるか。民子は十三日の夜からは一日一日とやつれてきて、この日のいたいたしさ。僕は泣かずにはおられなかった。虫が知らせるとでも言うのか。これが生涯の別れになろうとは。僕はもちろん民子とて、よもやそうは思わなかったろうけれど、この時の辛さ悲しさは、 とても他人に話しても信じてくれるものはないと思うくらいであった。もっとも民子の思いは、僕より深かったにそういない。僕は中学校を卒業するまでにも四五年間のある体であるのに。民子は十七で、今年のうちにも縁談の話があって両親からそう言われれば、無造作に拒むことのできない身であるから。 行く末のことをいろいろ考えてみると心配の多いわけである。当時の僕はそこまでは考えなかったけれど、親しく目に染みた民子の痛々しい姿は、幾年経っても昨日のことのように目に浮かんでいるのである。よそから見たならば、若いうちによくあるいたずらの勝手な泣きっ面と、見苦しくもあったであろうけれど、 二人の身にとっては、誠に哀れ悲しき別れであった。互いに手を取って後来を語ることもできず、小雨のしょぼしょぼ降る私場に、泣きの涙も一目をはばかり、一言の言葉も交わし得ないで、永久の別れをしてしまったのである。無情の船は流れを下って、早く十分間とたたのうちに、 五朝とくだらぬうちに、お互いの姿は雨の曇りに隔てられてしまった。物も言いえないで、しょんぼりとしおれていた不憫な民さんの面影。どうして忘れることができよう。民さんを思うために神の怒りに触れて、即座に打ち殺されるようなことがあるとても、僕には民さんを思わずにはいられない。 年をとっての後の考えから言えば、ああもしたらこうもしたらと思わぬこともなかったけれど、当時の若い同士の資料には何らの工夫もなかったのである。やおやお七は、家を焼いたらば再び思う人に会われることと工夫をしたのであるが、我々二人は、妻戸一枚を忍んで開けるほどの知恵も出なかった。 それほどに無邪気な可憐な恋でありながら、なお親に応じ、兄弟に羽ばかり、他人の前にて涙も吹きえなかったのは、いかに気の弱い同志であったろう。僕は学校へ行ってからも、とかく民子のことばかり思われて仕方がない。学校によってこんなことを考えてどうするものかなどと、 自分で自分を叱り励ましてみても何の甲斐もない。そういう言葉の尻からすぐ民子のことが湧いてくる。多くの人中におればどうにか紛れるので、日のうちはなるたけ一人でいないように心がけていた。夜になっても寝ると仕方がないから、なるたけ人中で騒いでいて、疲れて寝る工夫をしていた。 そういう始末でようやく年も暮れ、冬季休業になった。僕が十二月二十五日の午前に帰ってみると、庭一面にもみを干してあって、母は前の縁側に布団を敷いて、ひなたぼっこをしていた。近頃はよほど体の具合も良い。今日は兄夫婦と男とおますとは、 山へクズを吐きに行ったとの話である。僕は民さんはと口の先まで出たけれど、ついに言い切らなかった。母も意地悪く何とも言わない。僕は帰り早々民子のことを問うのがいかにも決まり悪く、そのまま例の書室を片付けてここに落ち着いた。 しかし日暮れまでには民子も帰ってくることと思いながら、おろおろして待っておる。皆が帰っていよいよ夕飯ということになっても、民子の姿は見えない。誰もまた民子のことを一言も言うものもない。僕はもう民子は市川へ帰ったものと察して、人に問うのもいまいましいから他の話もせず。 飯が済むとそれなり書室へ入ってしまった。今日は必ず民子に会われることと、人型ならず楽しみにして帰ってきたのに、この始末で何とも言えず力が落ちて寂しかった。さりとて誰にこの雲を話しようもなく、民子の写真などを取り出して見ておったけれど、ちっとも気が晴れない。 またあのやつタミ子がいないから考え込んで嫌がると思われるのも悔しく、ようやく心を取り直し、母の枕元へ行って、夜遅くまで学校の話をして聞かせた。明くる日は九時頃にようやく起きた。母はまだ寝ている。台所へ出てみると、他の者は皆また山へ行ったとかで、 おますが一人台所片付けに残っている。僕は顔を洗ったなり飯も食わずに、瀬戸の畑へ出てしまった。この秋民子と二人で茄子を取った畑が、今は青々と長ほきている。僕はしばらく経って、伊豆子を眺めるともなく、民子の面影を脳中に描きつつ思いに沈んでいる。 まさおさん、何をそんなに考えているのおますが出し抜けに後ろからそう言って、近くへ寄ってきた。僕が良い加減なことを一言二言言うと、おますはいきなり僕の手を取って、もう少しこっちへ来てここへ腰をかけなさい、まあ、と言いつつ、藁を積んであるところへ自分も腰をかけて、僕にもかけさせた。 まさおさん、おたみさんは本当にかわいそうでしたよ。うちの姉さんたら本当にいじまがりですからね。なんという根性の悪い人だか。私も、はあここのうちにいるのは嫌になってしまった。昨日まさおさんが来るのはわかりきっているのに、姉さんがいろんなことを言って、おとといおたみさんを市川へ返したんですよ。待つ人があるだっぺとか、 会いたい人が町どうかっぺとか、当てこすりを言ってお民さんを泣かしたりしてね。お母さんにも何でもいろいろなことを言ったらしい。とうとう一昨日、お昼前に返してしまったのでさ。マサオさんがおととい来たら会われたんですよ。マサオさん、私はお民さんがかわいそうでかわいそうでならないだよ。なんだってあなたがいなくなってからは、 まるで泣きの涙で日を暮らしているんだもの。マサオさんに手紙をやりたいけれど、それがよく自分にはできないから悔しいと言ってね。私の部屋へミバンもすずりと紙を持ってきては泣いておりました。おタミさんも始まりは私にも隠していたけれど、後には隠しておられなくなったのさ。私もおタミさんのためにいくら泣いたか知れない。 見ればおますは、もうぽろぽろ涙をこぼしている。一体おますはごく人の良い親切な女で、僕と民子が目の前で仲良い風をすると嫉妬心を起こすけれど、もとより執念深い立ちでないから、民子が一人になれば民子と仲が良く、僕が一人になれば僕を大騒ぎするのである。それからなおおますは、 僕がいない後で、民子が非常に母に叱られたことなどを話した。それは概略こうである。意地悪の兄嫁が何を言うても、母が民子を愛することは少しも変わらないけれど、二つも年の多い民子を、僕の嫁にすることはどうしてもいけぬということになったらしく、それには兄嫁も色々言うて、嫁にしないとすれば、 二人の中はなるたけ咲くような工夫をせねばならぬ。母も兄嫁もそういう心持ちになっているから、民子に対する仕向けは、正男のことを思うていても到底ダメであると遠回しに封じしていた。そこへ来て民子が開けてもくれてもくよくよして、人の目にも止まるほどであるから、時々は物忘れをしたり、呼んでも返事が遅かったりして、 母の感触に触ったこともたびたびあった。僕がいなくなってから20日ばかり経って、11月の月初めの頃、民子も他の者と野へ出ることになって、母が民子に、お前は一足後になって、座敷の周りを雑巾がけして、それから庭に広げてあるむしろを蔵へ片付けてから野へ行けと言いつけた。 タミ子は雑巾がけをしてから、うっかり忘れてしまって、むしろを入れずに野へ出たところ、間が悪くその日雨が降ったから、そのむしろ10枚ばかりを濡らしてしまった。タミ子は雨が降ってから気がついたけれどもう間に合わない。家へ帰って早速母にわびたけれど、母は平日のことが胸にあるから。 何も十枚ばかりのもしろが惜しいではないけれど、一体私の言いつけをおろそかに聞いているから起こったことだ。元の民子はそうではなかった。絵で勝手な考え事などしているから、人の言うことも耳へ入らないのだ。というような随分痛い小言を言った。民子は母の枕元近くへ行って、どうか私が悪かったのですから勘にしてと。 両手をついて謝った。そうすると母はまた、そう何も他人らしく改まって謝らなくともと叱ったそうで、民子はたまらなくなってわっと泣き伏した。そのまま民子が泣きやんでしまえば何のこともなく済んだであろうが、民子はとうとう一晩中泣き通したので、翌朝は目を赤くしていた。 母も夜時々目を覚ましてみると、タミコはいつでもすくすく泣いている声がしていたというので、今度は母が非常に立腹して、オマスとタミコと二人呼んで母が震え声になって言うには、相対いいでは私がどんなわがままなことを言うかもしれないから、オマスは聞き手になってくれ。タミコは夕べ、一晩中泣き通した。 定めし私に言われたことが無念でたまらなかったからでしょう。民子はここで、私はそうでありませんと泣き声で言うたけれど、母は耳にもかけずに。なるほど私の小言も少し言いすぎたかもしれないが、民子だって何もそれほど悔しがってくれなくとも良さそうなものじゃないか。私は本当に考えると情けなくなってしまった。 かわいがったのを恩に着せるではないが、元を言えば他人だけれど、血のみごの時から民子はしょっちゅうう家へ来ていて、今の正夫と二つのちぶさを一つずつ含ませていたくらい。おますが来てからもあの通りで、二つのものは一つ当て、四つのものは二つ当て、着物をこしらえてもあれに一枚これに一枚と、 少しも分け隔てをせないで来た。民子も本当の親のように思ってくれ、私も我が子と思って、よその人は誰だって二人を兄弟と思わないものはなかったほどであるのに。後にも先にも一度の小言を、あんなに悔しがって夜中泣いてくれなくとも良さそうなもの市川の人たちに聞かれたらば、 斎藤のバーがどんなひどいことを言ったかと思うだろう。十何年という間我が子のように思ってきたことも、ただ一度の小言で忘れられてしまったかと思うと、私は悔しい。人間というものはそうしたものかしら。おますよく聞いてくれ。私が無理か、民子が無理か。なあ、おます。 母は目に涙をいっぱいに溜めてそう言った。民子は身も世もあらぬ様でいきなりにおますの膝へすがりついて泣き泣き。おますや、お母さんに申し訳をしておくれ。私はそんなに大それた良犬ではない。ゆんべあんなに泣いたは全く私が悪かったから。全く私が届かなかったのだから。おますや、お前がよく申し訳をそう言っておくれ。 それからおますが、お母さんのご立腹もごもっともですけれど、私が思うには、お母さんも少し勘違いをしておいでなさいます。お母さんは長年お民さんを可愛がっておいでですから、お民さんの気立てはわかっておりましょう。私もこうして一年ご厄回になっていてみれば、お民さんはほんと優しいおとなしい人です。 お母さんに少しばかり叱られたって、それを悔しがって泣いたりなんぞするような人ではありますまい。私がこんなことを申してはおかしいですが、マサオさんとオタミさんとはああして仲良くしていたのを、何かのご都合で急にお別れなさったもんですから、それからというもの、オタミさんはかわいそうなほど元気がないのです。この葉のそよぐにもため息をつき、 カラスの泣くにも涙ぐんで、触れば泣きそうな風でいたところへ、お母さんから少しきつく叱られたから、とめどなく泣いたのでしょう。お母さん、私は全くそう思いますわ。お民さんは決して、あなたに叱られたとて悔しがるような人ではありません。お民さんのようなおとなしい人を、お母さんのようにああ言って叱っては、 あんまりかわいそうですわ。おますが友泣きをして言い訳を言うたので、もとより民子は憎くない母だから、にわかに顔色を直して。なるほどおますがそう言えば、私も少し勘違いをしていました。よくおますそう言うてくれた。私はもうすっかり心持ちが直った。民家。 黙っておくれ。もう泣いてくれるな。タミヤもかわいそうであった。なにマサオは学校へ行ったんじゃないか。くれには帰ってくるよ。なあ、オマス。お前は今日は仕事を休んで、うまいものでもこしらえてくれ。その日は三人が幾度も寄り合って、いろいろなものをこしらえては茶事をやり、 一日面白く話をした。民子はこの日はいつになく高笑いをし、元気よく遊んだ。何と言っても母の方はすぐ話がわかるけれど、兄嫁がまがな好きがないろいろなことを言うので、とうとう僕の帰らないうちに民子を市川へ返したとの話であった。おますは長い話を終わるや否や、 すぐ家へ帰った。なるほど、そうであったか。姉はもちろん母までがそういう心になったでは、か弱い望みも耐えたも同様、心細さのやるせがなく、泣くより他に線がなかったのだろう。そんなに母に叱られたか、一晩中泣き通した。 なるほど、などと思うと、再び熱い涙がみなぎり出して止めどがない。僕はしばらくの間、涙の出るがままにそこにぼんやりしておった。その日はとうとう朝飯も食べず、昼過ぎまで畑のあたりをうろついてしまった。そうなるとにわかにうちにいるのが嫌でたまらない。 できるならば暮れのうちに学校へ帰ってしまいたかったけれど、そうもならないでようやくこらえて年を起こし、元日一日置いて、二日の日には朝早く学校へ立ってしまった。今度は陸路市川へ出て、市川から汽車に乗ったから、民子の近所を通ったのであれど、僕は決まりが悪くてどうしても民子の家へ寄れなかった。 また僕に寄られたらば民子が困るだろうとも思って、いくたび寄ろうと思ったけれど、ついに寄らなかった。思えば実に人の境遇は変化するものである。その一年前までは、民子が僕のところへ来ていなければ、僕は日曜のたびに民子の家へ行ったのである。僕は民子の家へ行っても、他の人には用はない。 いつでも、おばさん、たみさんはそら、たみさんはが来た、と言われるくらいで。ある時などは僕が行くと、たみ子は庭に菊の花を摘んでいた。僕はたみさんちょっとおいでと無理に瀬戸へ引っ張って行って、二軒橋子を二人で担いだし、柿の木へかけたのをたみ子に押さえさせ、僕が登って柿を六つばかり取る。 タミコに半分やれば、タミコは一つでたくさんと言うから、僕はその五つを持って、そのまま裏から抜けて帰ってしまった。さすがにこの時はモラの家でも、家中で僕を悪く言ったそうだけれど、タミコ一人はただニコニコ笑っていて、決してマサオさん悪いとは言わなかったそうだ。これくらい隔てなくした間柄だに、 恋ということを覚えてからは、市川の町を通るすら恥ずかしくなったのである。この年の初中休みにはうちに帰らなかった。暮れにも帰るまいと思ったけれど、年の暮れだから一日でも二日でも帰れと言うて母から手紙が来たゆえ、大晦日の夜帰ってきた。おますも今年きりで下がったとの話で、 いよいよ話し相手もないから、また元日一日で二日の日に出かけようとすると、母が、お前にも言うておくが民子は嫁に行った。去年の下月、やはり市川のうちで、大変裕福な家だそうだ。と簡単に言うのであった。僕は、はあ、そうですかと無造作に答えて出てしまった。 タミコは嫁に言った。この一語を聞いた時の僕の心持ちは、自分ながら不思議と思うほどの平気であった。僕がタミコを思っている感情に何らの動揺を起こさなかった。これには何か相当の理由があるかもしれねど、ともかくも事実はそうである。僕はただ理屈なしに、 タミコはいかな境外に入ろうとも、僕を思っている心は決して変わらぬものと信じている。嫁に行こうがどうしようが、タミコは依然タミコで、僕がタミコを思う心に寸分の変わりないように、タミコにも決して変わりないように思われて、その観念はほとんど大石の上に座しているようで、毛の先ほどの気惧心もない。 それであるから、民子は嫁に行ったと聞いても少しも驚かなかった。しかしその頃から、今までにない考えも出てきた。民子はただただ少しも元気がなく、痩せ衰えて塞いでばかりいるのだろうとのみ、思われてならない。かわいそうな民さんという観念ばかり高まってきたのである。 そういうわけであるから、学校へ行っても以前とはほとんど反対になって、以前は勤めて人中へ入って苦悶を紛らそうとしたけれど、今度はなるべく人を避けて、一人で民子の上に思いを馳せて楽しんでおった。綿畑のことや、ナス畑のことや、十三日の晩の寂しい風や、 また矢切りの私で別れた時のことやを、繰り返し繰り返し考えては、一人慰めておった。民子のことさえ考えればいつでも気分が良くなる。もちろん悲しい心持ちになることがしばしばあるけれど、散々涙を出せばやはりあとは気分が良くなる。民子のことを思っておれば、 かえって学科の成績も悪くないのである。これらも不思議の一つで、いかなる理由か知らねど、僕は実際そうであった。いつしか月も経って、忘れもせぬ六月二十二日、僕が三述の解題に苦しんで考えていると、小遣いが、斉藤さんお家から電報ですと言って、 机の端へ置いて去った。例のすぐ帰れであるから、早速車間に話をして即日帰省した。何事が起こったかと胸に動機を弾ませて帰ってみると、酔い闇のうちの有様は意外に静かだ。台所で家中夕飯時であったが、ただそこに母が見えないばかり。 何の変わった様子もない。僕は台所へは顔も出さず、すぐと母の新書へ来た。暗読の日も薄暗く、母はひったり枕について伏せっている。お母さん、どうかしましたかああ、マサよく早く帰ってくれた。今私も起きるから。 お前ご飯前ならご飯を済ましてしまえ。僕は何のことかしきりに気になるけれど、母がそういうままに、早々に飯を済まして再び母のところへ来る。母は帯を言うて布団の上に起きていた。僕が前に座ってもただ無言でいる。見ると母は、 雨のような涙を落としてうつむいている。お母さん、まあどうしたんでしょう。僕の言葉に励まされて母はようやく涙を拭き。マサオ、勘にしてくれ。タミ子は死んでしまった。私が殺したようなものだ。そりゃいつです どうして民さんは死んだんです僕が夢中になって問い返すと、母はむせび返って顔を押さえている。死終を聞いたら、定めしひどい親だと思うだろうが、こらえてくれ、マサオ。お前に一言の話もせず、立って嫌だという民子を無理に進めて嫁にやったのが、こういうことになってしまった。 たとえ女の方が年上であろうとも、本人同士が特心であらば、何も親だからとて余計な口出しをせなくてもよいのに、この母が年甲いもなく、親だてらにいらぬお世話を焼いて、取り返しのつかぬことをしてしまった。民子は私が手をかけて殺したも同じ。どうぞ勘にしてくれ、マサオ。私は民子の後を追って行きたい。 母はもうおい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 声を立てて泣いている。民子の死ということだけは分かったけれど、何が何やらさらに分からぬ。僕とて民子の死と聞いて、失神するほどの思いであれど、今目の前で母の嘆きの一通りならぬを見ては、泣くにも泣かれず、僕がおろおろしているところへ兄夫婦が出てきた。 お母さん、まあそう泣いたって仕方がない。といえば母は、構わずに泣かしておくれ泣かしておくれというのである。どうしようもない。その間で兄嫁がわずかに話すところを聞けば、市川のそれがしという家で、先の男の気象も知れているに、財産も戸村の家に倍以上であり、 それで向こうから民子を立っての書紋。仲人というのも友らが世話になる人である。ぜひやりたいぜひ行ってくれということになった。民子はどうでも嫌だという。民子の嫌だという心はよくわかっているけれど、まさおさんの方は年も違い先の長いことだから、どうでもそれがしのうちへやりたいとは、 トムラの人たちはもちろん、親類までの希望であった。それでいよいよ、斎藤のおっかさんに意見をしてもらうということに相談が決まり、それでうちのお母さんがタミ子に幾度意見をしても、泣いてばかり承知しないから、とどのつまり、お前がそう合情張るのも、正雄のところへ行きたい考えからだろうけれど。 それはこの母が不承知でならないよ。お前はそれでも今度の縁談が不承知か。こんな風に言われたから、民子はすっかり自分を諦めたらしく、とうとう皆様の良いようにと言って承知をした。それからは何もかも人の言うなりになって、下月半ばに衆議をしたけれど、民子の心持ちが本当の承知でないから、 向こうでもいくらか嫌気になり、民子は身持ちになったが、つ月で降りてしまった。後の日立ちが非常に悪く、ついに六月十九日に息を引き取った。病中僕に知らせようとの話もあったが、今更マサオに知らせる顔もないというわけから知らせなかった。うちのお母さんは、 タミコがまだ口を聞くときから市川へ行っておって、タミコが行けなくなると、もう泣いて泣いて泣き抜いた。一口混ぜに、タミコは私が殺したようなものだとばかり言っておって、市川へ置いたではどうなるか知れぬというわけから、昨日車で家へ送られてきたのだ。話さえすればなく、 泣けば私が悪かった悪かったと言っておる。誰にもしようがないから、正サさんのところへ電報を打った。タミ子もかわいそうだし、お母さんもかわいそうだし、とんだことになってしまった。正サさんどうしたらよいでしょう。兄嫁の話で大方はわかったけれど、 僕もどうしてよいやらほとんど途方に暮れた。母はもう半岐違いだ。何しろここでは母の心を鎮めるのが第一とは思ったけれど、慰めようがない。僕だっていっそ岐違いになってしまったらと思ったくらいだから、母を慰めるほどの気力はない。そうこうしているうちに、 ようやく母も少し落ち着いてきて、また話し出した。マサオや、聞いてくれ。私はもう自分の悪党に呆れてしまった。なんだってあんなひどいことをタミコに言ったっけかしら。今更何歩食いても仕方がないけど、私はマサオ、タミコにこう言ったんだ。 マサオと夫婦にすることはこの母が不承知だから、お前は外へ嫁に行け。なるほどタミ子は私にそう言われてみれば、自分の身を諦める他はないわけだ。どうしてあんな無ごだらしいことを言ったのだろう。はあ、かわいそうなことをしてしまった。まったく私が悪党を言うたために、タミ子は死んだ。 お前はね、明日は夜が明けたらすぐに行って、よーく民子の墓に参ってくれ。それでお母さんの悪かったことをよくわびてくれ。ねえ、まさお。僕もようやく泣くことができた。たとえどういう都合があったにせよ。いよいよ見込みがなくなった時には、合わせてくれてもよかったろうに。 死んでから知らせるとは随分ひどいわけだ。民さんだって僕には会いたかったろう。嫁に行ってしまっては申し訳がなく思ったろうけれど、それでもいよいよの間際になっては、僕に会いたかったに違いない。実に情けないことだ。考えてみれば僕もあんまり子供であった。 その後、市川を三回も通りながら尋ねなかったわ。今更残念でならぬ。僕は民子が嫁に行こうが行くまいが、ただ民子に愛さえせばよいのだ。今一目会いたかった。次から次と果てしなく思いは溢れてくる。しかし母にそういうことを言えば、今度は僕が母を殺すようなことになるかもしれない。 僕はきっと心を取り直した。お母さん、本当に民子はかわいそうでありました。しかし取って帰らぬことをいくら悔やんでも仕方がないですから、あとのことは年頃にしてやるほかはない。お母さんはただただご自分の悪いようにばかり取っているけれど、お母さんとて心は、ただ民子のため、正サのためと、 一筋に思ってくれたことですから、よしそれが思うようにならなかったとで、民子や私らが何とでお母さんを恨みましょう。お母さんの心はどこまでも情け心でしたものを、民子も決して恨んではいやしまい。何もかもこうなる運命であったのでしょう。私はもう諦めました。どうぞこの上。 お母さんも諦めてください。明日の朝は夜が明けたらすぐ市川へ参ります。母はなお言葉を継いで、なるほど。何もかもこうなる運命かもしらねど、今度という今度、私はよくよく後悔しました。俗に親バカということがあるが、 親がいつまでも物の分かったつもりでおるが、大変な間違いであった。自分は阿弥陀様におすがり申して救うていただくほかに、助かる道はない。正親、お前は体を大事にしてくれ。思えば民子は長の年の間にも、ついぞ私に逆らったことはなかった。おとなしい子であっただけ。 自分のしたことが食いられてならない。どうしてもかわいそうでたまらない。タミ子が今はの時のこともお前に話して聞かせたいけれど、私にはとてもそれができない。などとまた声を曇らしてきた。もう話せば話すほど悲しくなるからとて、敷いて一度寝ることにした。母の手前、 兄夫婦の手前、泣くまいとこらえてようやくこらえていた僕は、自分の蚊帳へ入り布団に倒れると、もうたまらなく一度にこみ上げてくる。口へは手ぬぐいを噛んで涙を絞った。どれだけ涙が出たか、隣室の母から夜が明けたようだよと声をかけられるまで、少しもやまず涙が出た。 来たままで寝ていた僕は、そのまま起きて顔を洗うや否や、まだほの暗いのに家を出る。夢のように二里の道を走って、太陽がようやく地平線に現れた自分に、戸村の家の門前まで来た。このうちのかまどのあるところは、庭から正面に見通して見える。 朝だきに麦わらを炊いてパチパチ音がする。僕が前の縁先に立つと、奥にいたおばあさんが目ざとく見つけて出てくる。金や、金や。富屋、正サさんが来ました。まあまさおさんよく来てくれました。体操早く。さあおがんなさい。起き抜きでしょう。 タミ子のお父さんとお母さん、タミ子の姉さんも来た。まあよく来てくれました。あなたの来るのを待ってました。とにかく上がって、ご飯を食べて。僕は上がりもせず腰もかけず、しばらく無言で立っていた。ようやくと、タミさんのお墓に参りに来ました。 切なる様は目に余ったと見え、よったりとも口がきけなくなってしまった。やがてお父さんが、それでもまあちょっとご飯を済ましていったら、ああ、そうですか。それではみなして参ってくるがよかろう。いや、着物など着替えんでよいじゃないか。女たちはもう鼻すすりをしながら、 それじゃあとて立ち上がる。水を持ち、線香を持ち、庭の花をたくさんに取る。小田巻草、千日草、天竺牡丹と、めいめい手に取り分けて出かける。柿の木の下から瀬戸へ抜け、牧塀の裏門を出ると松林である。桃畑、梨畑の間を行くと、わずかの田がある。 その先の松林の片隅に増木の森があって、あまたの墓が見える。戸村家の墓地は、地の木四五本を中心として、六坪ばかりを区分けしてある。その程よいところの新墓が、民子の戸はの住みかであった。ほうむりをしてから雨にも合わないので、ほんの新しいままで、 力紙なども今結んだようである。おばあさんが先に言いでて。さあ、マサオさん。何もかもあなたの手でやってください。タミ子のためには本に、戦争の供養にまさるあなたの工芸。どうぞマサオさん。よくお参りをしてください。今日はタミ子も定めて。 草葉の陰で嬉しかろうな。この人にせめて一度でも、目を眠らない民子に、まあせめて一度でも会わせてやりたかった。三人は目をこすっている様子。僕は甲をあげ、花をあげ、水を注いでから、前につくばって心の行くまで拝んだ。 真に情けないわけだ。寿命で死ぬは致し方ないにしても、長くわずらっている間に。ああ、見舞ってやりたかった。一目会いたかった。僕も民さんに会いたかったもの。みさんだって僕に会いたかったに違いない。無理無理に強いられたとはいえ。 嫁に行っては僕に合わせる顔がないと思ったに違いない。思えばそれが哀れでならない。あんなおとなしい民さんだもの。両親から親類中かかって強いられ、どうしてそれが拒まれよう。民さんが気の強い人ならきっと自殺をしたのだけれど、おとなしい人だけにそれもできなかったのだ。 タミさんは嫁に行っても、僕の心に変わりはないと、せめて僕の口から一言言って死なせたかった。世の中に情けないと言って、こういう情けないことがあろうか。もう私も生きていたくない。我知らず声を出して、僕は両膝と両手を地べたへついてしまった。 僕の様子を見て、後にいた人がどんなに泣いたか。僕も我一人でないに気がついて、ようやく立ち上がった。なんだってタミ子は正サさんということをば一言も言わなかったのだろう。それほどに思い合ってる中と知ったら、あんなに進めはせぬものを。うすうすは知れていたのだに、この人の胸も聞いてみず。 タミコもあれほど嫌がったものを、いくら若いからとてあんまりであった。かわいそうに。三人も工芸を手向け、水を注いだ。おばあさんがまた、正サさん、あなた、力紙を結んでください。たくさん結んでください。タミコはあなたが情の力を頼りにあの世へ行きます。 南無阿み陀仏、南無阿弥み仏。僕は懐にあった紙のありたけを力づえに結ぶ。この時ふっと気がついた。民さんは野木くが大変好きであったに、野木くを掘ってきて植えればよかった。いや、すぐ掘ってきて植えよう。こう考えてあたりを見ると、不思議に野木くが茂ってる。 弔いの人に踏まれたらしいが、なおくき立って青々としている。民さんは野菊の中へ葬られたのだ。僕はようやく少し落ち着いて、人々と共に墓場を辞した。僕は何も欲しくありません。ご飯はもちろん茶も欲しくないです。このままおいとま願います。 明日はまた早く登りますから。と言って帰ろうとすると、家中で引き止める。民子のお母さんはもうたまらなそうな風で。正サさん、あなたにそうして帰られては、私らはいても立ってもいられません。あなたが面白くないお心持ちは重々察しています。考えてみれば。 私どもの届かなかったために民子にも不憫な死に用をさせ、マサオさんにも申し訳のないことをしたのです。私らはいかようにも、あなたにお詫びをいたします。民子かわいそうとおぼしめしたら、どうぞ民子が今はの話も聞いていってくださいな。あなたがおいでになったらお話申すつもりで、今日はおいでか明日はおいでかと、 実は家中がお待ち申したのですから、どうぞ。そう言われては、僕も帰るわけにゆかず、母もそう言ったのに気がついて座敷へ上がった。茶やご飯やと出されたけれども、真似ばかりで済ます。そのうちに人々皆奥へ集まり、おばあさんが話し出した。マザオさん。 民子のことについては、私ら一同誠に申し訳がなく、あなたに合わせる顔はないのです。あなたに色々ご無念なところもありましょうけれど、どうぞマサオさん、過ぎ去ったことと諦めて、ご勘弁を願います。あなたにお詫びをするのが、何より民子の供養になるのです。 僕はただもう胸いっぱいで何も言うことができない。おばあさんは話を続ける。実はと申すと、あなたのお母さんはじめ、私また民子の両親とも、あなたと民子がそれほど深い仲であったとは知らなかったもんですから。僕はここで一言言い出す。 タミさんと私と深い仲とおっしゃっても、タミさんと私とはどうもしやしません。いいえ、あなたとタミ子がどうしたと申すではないのです。元からあなたとタミ子は非常な仲良しでしたから、それがわからなかったんです。それにタミ子はあの通りの内気な子でしたから、あなたのことは一言も口に出さない。 それはまるきり知らなかったとは申されません。それですからお詫びを申すようなわけ。僕は皆さんに、そんなにお詫びを言われるわけはないという。民子のお父さんはお詫びを言わしてくれという。そりゃ、マサオさんの言うのはごもっともです。私らが勝手なことをして、勝手なことをお前さんに言うというものですが。 マサオさん、聞いてください。理屈の上のことではないのです。男屋の口からこんなことを言うもいかがですが、タミコは命に代えられない思いを捨てて、両親の希望に従ったのです。親の言いつきで背かれないと思うても、道理で感情を抑えるのは無理なところもありましょう。タミコの死は全くそれゆえですから。 親の身になってみるとどうも残念でありまして、どうもしやしませんと正サさんが言う通り、お前さんたち二人に何の罪もないだけ、親の目からは不憫が一層でな。あの通り大人しかった民子は、自分の死ぬのは心柄と諦めてか、ついぞ一度不足らしい風も見せなかったです。それやこれやを思いますとな。 どう考えても知と親が無慈悲であったようで、正サさん、察してください。見る通り家中がもう、悲しみの闇に閉ざされているのです。愚かなことでしょうが、この場合お前さんに民子の話を聞いてもらうのが何よりの医者に思われますから、年がいもないことを申すようだが、どうぞ聞いてください。 おばあさんがまた話を続ける。結婚の話からいよいよ難しくなったまでの話は、兄嫁がうちでの話と同じで、今はという日の話はこうであった。六月十七日の午後に医者が来て、もう一日二日のところだから、親類などに知らせるならば今日中にも知らせるがよいと言いますから。 それではとて、とりあえずあなたのお母さんに告げると、十八日の朝飛んできました。その日は民子は顔色が良く、はっきりと話もいたしました。あなたのおっかさんが来まして、民屋、決して気を弱くしてはならないよ。どうしても今一度治る気になっておくれよ民屋。タミヤ タミ子はにっこり、笑顔さえ見せて。矢切りのお母さん、いろいろありがとうございます。長々可愛がっていただいたご恩は死んでも忘れません。私ももう長いことはありますまい。タミヤ、そんな気の弱いことを思ってはいけない。決してそんなことはないから。 しっかりしなくてはいけないとあなたのお母さんが言いましたら、民子はしばらく経って、矢切のお母さん、私は死ぬが本望であります。死ねばそれでよいのですと言いましてから、なお口の内で何か言ったようで、何でもマサオさん、あなたのことを言ったに違いないですが、よく聞き取れませんでした。 それきり口は聞かないで、その夜の明け方に息を引き取りました。それからマサオさん、こういうわけです。夜が明けてから枕を直させますとき、あれの母が見つけました。タミ子は左の手に、もみの切れに包んだ小さなものを握って、その手を胸へ乗せているのです。 それで家中の人が皆集まって、それをどうしようかと相談しましたが、かわいそうなような気持ちもするけれど、見ずに置くのも気にかかる。とにかく開いてみるがよいと、あれの父が言い出しまして、皆のいる中で開けました。それがマサさん、あなたの写真と、 あなたのお手紙でありまして。おばあさんが泣き出して、そこにいた人皆涙を拭いている。僕は一心に畳を見つめていた。やがておばあさんがようよう話を継ぐ。そのお手紙をおとみが読みましたら、誰もかも一度に声を立って泣きました。 あれの父は男ながら大声して泣くのです。あなたのお母さんは気が触れはしないかと思うほど口説いて泣く。お前たち二人がこれほどの語らいとは知らずに、無理無定に進めて嫁にやったは悪かった。はあ悪いことをした。不憫だった。民や、勘にして。 私は悪かったから管理してくれ。にわかの騒ぎですから、近隣の人たちがどうしましたと言って尋ねに来たくらいでありました。それであなたのお母さんはどうしても泣きやまないです。体に触ってはと思いまして、葬式が済むと車でお送り申した次第です。 身をあきらめた民子の心持ちがこうわかってみると、誰も彼も同じことで、今さらのように無理に嫁にやったことが後悔され、たまらないですよ。考えれば考えるほど、あの子がかわいそうでかわいそうで、いても立ってもおられない。せめてあなたに来ていただいて、 皆が悪かったことを十分あなたにお詫びをし、またあれの墓にも孔毛をあなたの手から手向けていただいたら、少しは家中の心持ちも休まるかと思いまして、今日のことをなんぼ待ちましたろう。マサオさん、どうぞ聞き分けてください。ねえ、タミコは、あなたには背いてはいません。 どうぞ不憫と思うてやってください。一号一句皆涙で、僕も一時泣き伏してしまった。民子は死ぬのが本望だと言ったか、そう言ったか。うちの母があんなに身を責めて泣かれるのも、そのはずであった。僕は、おばあさん。 よくわかりました。私は民さんの心持ちはよく知っています。去年の春、民さんが嫁に行かれたと聞いた時でさえ、私は民さんを毛ほども疑わなかったですもの。どのようなことがあろうとも、私が民さんを思う心持ちは変わりません。うちの母などもただそればかり言って嘆いていますが、 それも皆悪気があっての技でないのですから、私はもちろん、民さんだって決して恨みに思いやしません。何もかも決まった縁と諦めます。私は当分毎日、お墓へ参ります。話しては泣き、泣いては話し、こう一語、おつ一語、いくら泣いても果てしがない。 僕は母のことも気にかかるので、もうお昼だという自分にトムラの家を辞した。トムラのお母さんは、タミ子の墓の前で僕のそぶりがあまり痛わしかったから、途中が心配になるとて、自分で矢切りの入り口まで送ってきてくれた。タミ子の哀れなことはいくら思うても思い切れない。 いくら泣いても泣ききれない。しかしまた目の前の母が、介護の念に責められ、自ら滞在を犯したと信じて嘆いている哀れさを見ると、僕はどうしても、今は民子を泣いてはおられない。僕がメソメソしておったでは、母の苦しみは増すばかりと気がついた。 それから一心に自分で自分を励まし、元気を装てひたすら母を慰める工夫をした。それでも心にないことは仕方のないもの。母はいつしかそれと気がついている様子。そうなっては僕が家にいないより他はない。毎日7日の間市川へ通って、民子の墓の周囲には、 のぎくが一面に植えられた。そのあくる日に、僕は十分母の心の休まるように自分の心持ちを話して、決然学校へ出た。民子は余儀なき結婚をしてついに世を去り、僕は余儀なき結婚をして流らえている。民子は僕の写真と僕の手紙とを、 胸を離さずに持っていよう。有名をはるけく隔つとも、僕の心は一日も民子の上を去らぬ。